えー、今回はですね SF 小説のちょっと批評といいますかねレビューをしていこうかと思います私がね中学1年生の頃に読んだ小説 SF 小説で、えー「終点大宇宙バンボークとはるかなるケンタリウス」って話があるんですよ、えー、ケンタリウスっていうのは地球から4.4光年ほど離れた恒星でそこに地球上のね生物に似た存在がいるんではないかなっていうふうに昔から言われてたんですよで 地球を飛び立った探検家が冷凍睡眠を果てないにです、ね、そのケンタウリに向かっていくんですよ。でも途中冷凍睡眠装置に事故が起きたり人間同士の対立があったりもう本当にね、あのー、密閉された宇宙空間と無限に広がる大宇宙のギャップの中で精神を痛めつけたりとかね、えー、まあ乗組員同士のいろんな歪み合いがあったりとかして本当にヘトヘトになって最終目的地に着くわけなんですよ。 途中宇宙船の事故とかがあってもう本当に命からがらって形だったんですけどもそうやってね何百年もかけてたどり着いたそのケンタウリス製の、まあ、地球に似た惑星そこに降り立った時にさあそこに乗組員たちが目にしたものっていうのがまさに降り立ったところにね自分たちを出迎えてくれるその星の人がいたんですよ。わここれ宇宙人だと思ってね向こうから ようこそっていうふうに迎えてくれるその星の人たちと対面する寸前にその星の人たちは逃げていくんですよ。なぜかととといいうとずっとね長い間旅してきたもんですすかからあそののねね宇宙飛行士の体が臭かったんですよ、ね、でよ出迎えてくれた人は逃げちゃうんですけどもまあそのいきさつも結構あるんですけどもじゃあそのね出迎えてくれた人たちは何なのかってことなんかね自分と同じ言語を喋るわけですよ。 ですよで話し込んでみたらねこれがオチなんですけども「いや私たちは地球人ですよ」っていうふうに話しかけてくるんですよ。えなんでだと。俺たちが何百年もかけてこの星にやっとたどり着いたのになんでそこにお前らがいるんだって言ったらあ皆さんが宇宙飛行士としてアルファケンタウリに旅立ったのを私たちも知ってます。あれから宇宙開発が進んで ロケット技術が進んで今は15分でででこののの星にに来れるほどの航行技術が地球人の手に入ったんんすすよ、よ。わけなんですよで皮肉なことに何百年もいろんな苦難を乗り越えてケンタウル星にたどり着いた宇宙飛行士自分たちの家族や暮らしを捨ててやってきたのになんとたどり着いた先はもう地球がねいろんな文明発展を繰り返してたった15分で アルファケンタウリ4.4公演を一きできるような時代になってしまったってことで乗組員は発狂するんですよそういうふうなねなんかいわゆる逆漫画みたいな形だったと覚えてますねまあ皮肉なもんだなと思いながら努力が必ず報われるかどうかはわからないということをそんなふうに思ったのが中学1年の私でございましたバンブウォークとの遥かなありケンタウリよろしかったらね小説など読んでみてください